静岡県西園女子学園中学校、高等学校は、静岡県浜松市中区にある私立の中高一貫校。運営は、学校法人静岡県西園女子学園。創立者は、岡本岩尾、岡本金夫妻。見学の精神として、婦人の中に未来の人は眠れりを掲げる。浜松市によれば、前身として、1892年3月、 岡本金が裁縫と手芸を教えるために解説した浜松女塾を挙げている。1896年、岡本金は岩と結婚。小学校の教員であった岩には女子教育を進める意思があり、金は1903年に東京の和洋裁縫女学校へ入学し、本格的な技芸教育のための技術と資格を得ることとなった。翌1九百四年、金は 和洋裁縫女学校の高等和服科及び増加科を卒業。岩も1906年に中等教員検定に合格し、中等教員免許を得ている。1906年、加藤千之助を設立者とし、岡本金を校長として、私立女子高等義芸学校を設立。設立時の教員は8名、生徒25名。本科3年、測成科1年などを置き、 授業の多くは裁縫の実習であった。学校が浜松町大技平田にあったために平田の女学校と呼ばれたという。西園女子学園はこれをもって創立とする。岡本夫妻は家が遠方の生徒を寄宿舎に泊まらせ、日常生活の作法全体を教える家庭的な寄宿舎教育を行っており、こうした作法教育の伝統は今日の 生活会館教育まで受け継がれているとされる。1911年、高等女学校例改正に伴い、私立浜松実家高等女学校となり、普通教科を拡充した。校長には岩が就任した。岡本夫妻の学校は、対象期に浜松淑徳女学校と西園高等女学校の2校となり、両校は姉妹校という関係になる。 浜松実家高等女学校からの移行については、出展により相違があるが、実家教育の需要に応える学校として、浜松宿徳女学校への組織変更がなされる。一方で、1920年に高等女学校令に基づく学校として、西園女学校が創設された。1923年、西園高等女学校は、佐藤町の五0坪の敷地に移転した。 西園高等女学校は1923年の移転を機に制服を洋服とし、1932年にセーラー服を採用した。なお、1925年には浜松淑徳女学校にも高等科が併地された。1929年、浜松淑徳女学校校長を務めていた岡本金が死去。岩に学校の後継者として招かれた岡本富郎。 1900年から1986年が岡本家を継ぐこととなった。1932年、富郎は岩の跡を継いで西園高等女学校校長に就任、全人的な教育を掲げ、1933年に家庭寮を建設した。1941年時点で佐藤町の西園高等女学校は生徒993人を要しており、 平田町の私立浜松宿徳女学校には生徒280が在籍した。私立浜松高等女学校が浜松の女子が多かったのに対して西園高等女学校は浜松周辺農村出身の女子が比較的多かったという。第二次世界大戦中、平田町にあった浜松宿徳女子商業学校は建物疎開の命令を受け、 姉妹校である西園高等女学校の校舎を借りて移転した。浜松市の学校は度重なる空襲により大きな被害を受け、平田町の浜松宿徳女子商業学校の旧校舎も全焼しているが、佐藤町の西園高等女学校の校舎は屋根やガラスなどに少なからぬ被害を生じたものの、消失は免れた。 1945年4月30日及び5月19日の空襲で勤労動員中の西園、祝徳の生徒29名、教員1名が命を落としている。30名を慰霊する像として、1959年5月に純南学と慰霊像が混流されている。戦後学生改革により、西園高等女学校と、 浜松宿徳女子商業学校は統合された。1947年に新生中学校が発足し、1948年には新生高等学校も発足した。昭和20年代から30年代にかけては運動部が国体やインターハイなどで活躍を示した。昭和40年代には大学進学者が急増し、生徒の半数以上が進学するようになった。 1984年度限りで高校の募集を停止しているが、その後高校での募集も再開している。運動系の部活動は、長い活動の歴史を有し、スポーツの西園とも呼ばれる。陸上競技部は1955年に、全国高等学校総合体育、大会陸上競技大会で、女子総合優勝を果たし、国内外の大会で活躍する選手も輩出している。 浜松市によれば、生駒定文が指導に当たっていた昭和30年代には、陸上の西園として全国に知られ、浜松商業高等学校とともに、陸上を国浜松の票を得る一翼を担ったという。またバレーボール部は1951年から1965年まで、インターハイ連続出場。ありがとうございます。